ああこんばんは。ああえー ただいまより、この町工場、町工場のおっさんがなんと、今日もふやけた顔で、えあおるさい場合もすげえいらせみんな、ああ、なるもの、多くなります。うぅうぅうぅ。うぅ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 。気張ってもしょうがないんですけど、えー、今日は土曜日です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかああ、あした日,日曜日です。えー、そして、えぇ、ー、そのお、来週が始まると、来週が始まるとおかしいんですけど、お来週末ぐらいからーゴールデンウィークが始まります。えぇ、ー、皆さん,、うん、ご予定はどんなご予定でございましょうか、えー 手前どもの会社はあ現場工事、お客さん休みの時にはあ、えー、ラインが止まりますので、それを利用させていただいて。えー えー、設備の更新あるいはですね、えー、補修工事というのをやらさせていただきます。それをゴールデンウィーク、うーお客さんの LINE 泊まりますので、その期間をにさせていただくということで、予定が詰まっているわけでございまして、えー、私はですね、明日も働きますけど、えー、なるべく休まずに働くわけですね。質より量しかないわけですね。このおっちゃんは。あそういうことなんですね。 で、そんなことはどうでもいいですね。はい、相変わらず。で、えー、一体このエネルギーはどうなるんでしょうか。日本国内、いまだに大きな問題があを背負っているわけでございますけれども、なかなかやはりこのお放射能というのは、ですね、人体に影響ある人体がし、人間が死んでしまうわけですから、そういう意味合いではですね、多大なる影響あるわけですけど、これをすんなりと収めるわけにはいかないということは重々分かっているわけでございまして、今後のエネルギーを考えた場合に、一つの 1考え方あ一つの考え方、今までですね、この原子力がです、ね、優れているという理由の1つにですね、電力供給密度、電力供給密度という考え方があったんですね。それだけエネルギーのが大きい、小さいものにしてはですね、エネルギーが大きなものを出せるという電力供給密度というポイントがあったわけなんですけども、ただそれは例えばですね、ある場所、 何ででもいいんですけど例えばあの東京ドームとしましょうか東京ドームがにの場所があるとするとですね原子力原子力をそこにポンと置いてですね発電所を,原原子力を、はい、ポンと置いてですねその場所に置いてですねどれだけの供給力があるかその電力の供給力があるかということを比較していくとですねまあ東京ドームじゃなくて何でもいいんですけどその一定の場所にですね 発電所を一個設けてですね、どれだけの電力を供給できるか、要するに密度ですね、どれだけの密度で供給できるかという比較をするとですね、自然エネルギーからするとやはりこの原子力というのは相当なエネルギーを持っているわけでございます。えっとですね、太陽光とこの原子力を比較するとですね、やはり何分の点、500分の1ぐらいかな、5 0分の1ぐらい。えー、っとどっかにデータありました。 どこかのデータあったんですけど、また詳しくされてください。そういう意味でですね、原子力っていうのは優れてると言われてたんですけど、ただですね、今回のような事故が起きるとですね、とんでもないことなんですね、ミソとかそういう以前の問題であって、この放射の漏れによってですね、どれだけの面積の問題を起こしてるかということになっているわけですね。やはりそういう意味では、このミソという考え方はどうなんでしょうかっていう話なんですけど、やはりそれは放射の漏れが起きたことによって、そういう現象が起きるんでしょうけど。 どうなんですかね。この原子力、なかなか難しいと思うんですけど、今後は自然エネルギーだと言われてます。自然エネルギーで、でもそれぞれにやはり問題点はありますよ、確かにね。ただ、この原子力、今までずっと安い、安い、安い、安い,い、安いんだぞーとずっと言われてきたわけなんですけど、こういう事件が起きると、全くこの安いというのは、えー、に合わないと言いますか、話が通じなくなるわけですね。えー、それとですね、この建設コストというのはですね、 どうなんですかね、今後ね。今後ただ日本国内以外の国はただこの原子力というのはいまだに進めていこうという国がたくさんあるわけなんですね。えー、まあ一つはですねこのお国際的な問題になっていう CO2 の問題がどうしてもあるわけなんですね。えー、それにこの CO2 の問題があるために化石燃料を使うわけにはいかない。化石燃料を使うとですねやはりどうしても高騰の問題が。 今後、えー、必ず金額上がっていくわけで、今現在上がってますね。中東はドンパチやってる、えー、わけですが、当然、えー、金額上がってる。あるいはオーストラリアでは水害の問題があって石炭も上がると、いろいろ化石燃については値段が下がるところから上がっていくのは、もう今後も上がっているわけなんですね。それで自然エネルギーということになるんですけど、まあ、自然エネルギーについてはいろいろあります。それぞれに長所もあれば短所もある。で、コストがかかると言われてるんですけど、この原子力の計算、うん、金額の計算からするとどうなんでしょうかねというのを。 あつくづく思うわけでございますけども。えー、っと、まあ何話してるんですかあわ私どもはバイオマスやってるわけですね、バイオマス。で、今日はですね、あの、電力密度っていう話から言うとですね、バイオマスというのは太陽光よりも悪いんですね、実を言うとね、えー、実を言うとそうなんですよ。ただ、この太陽光より悪い電力密度なんですけど、この電力供給密度って正確に言うんですけどね、このバイオマスについてはですね、これ電力だけ のののエネルギーの活利活用じゃななないっていうのが大きな特徴なんですねまあ確かに発電ということであれば、エマス発電という名称がついてますけど、他にも熱利用、あるいは原料として利用する、うん、バイオプラスチックとかという名称も出てきてますし、いろんな用途にある。それとですね、 原料は例えば木材だけじゃなくていろんなものを使える。一つの大きなポイントはあ資源リサイクルでなんと廃棄物を使えるわけですね、えー。炭素が固定される。それもカーボンニュートラルで、えー、炭素が固定されているために、えー、二酸化炭素を吸収して光合成量って元を正せば成り立っているわけであって、それを使ったとしても CO2 換算でプラマイゼロになるよという前提があるわけですね。CO2。そして、えー、資源リサイクル。して、えー え問題になっている石油、石油は今後なくなると、ほかすると、日本は自給率4%ですけども、石油の輸入というのは40あ、エネルギーの利活用というのは40数はいまだに石油で、石油についてはですね <laughs> 火力発電というのは当然なんですが、その以外にもですね電力以外に使いようというのは幅広いわけですね、それを賄えるのはバイオマスしかないというふうに言われているわけですね。一つはですね、確かに電力っていうのを今注目されてますね、確かに電力っていうのは。 今までオール電化っていう言葉がありましたけど、今後なくなる可能性は十分にあるんですが、この電力以外も実のところ考えていかなくちゃいけないのは本来の、うん、なんですよ、えー、石油というのは本当に幅広い用途に使われてて、えー、これは何に使われてますかというと、えー、この服、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 服も本当は,本当はなくて、実際にもう石油を原料にしているわけですね。えー、身近なものですでは。 いろんな燃料も、燃料ですね、ガソリン、軽油、重油、えーえー、と、まあ、いえばアスファルトなんかも、実際のところ石油なんですね、それに代わるものをどん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 え編み出して、編み出してというか、導き出していかなくちゃいけないんです今現在はどうかというとですね、 えー、差し迫った問題でありながら、石油は四十数年後になくなる、まあ私たち世代を何とかいいとしても、次の世代ですね、とんでもないことになる可能性は十分にあるわけであって、その電力以外の用途についても十分に利活用、用途を考えていかなくちゃいけない。それで、えー、まあ人として手前ののはバイオマスということを申し上げているわけでございまして、今日はですね、バイオマスの前向きが相変わらず長くて申し訳ないんですけど、バイオマスでも今日はですね、総務省が調べて、バイオマス日本総合戦略というのがある。 前提で、えー、あ,あるんですけど、その考えに基づいて、バイオマス単構想というのはあ,ありますね。地方方自治体の方があ 手前の地方自治体ごとに、この町のバイマスタウンというのを構想を出して、それについて交付金が出るんですけど、この交付金に基づいていろんな活動をやるんですが、それでうまくいっている事例というのがですね、20%程度しかないと、その20%で出るじゃないと、それで総務省が何場所とかお前らはということで、勧告を出しているわけなんですけども、その中でうまくいっている事例、今日は最後の3回目です。 地元です。手前どもの地元、私の地元、福岡県は大木町、有名です。これは、私は実際公園も聞いたことあります。公園もですね。はい。そういうことです。じゃあ説明します。大木町の石井です。ここは何をやってるかというか。をこうい。メタ箱なんですね。メタ箱をやってるんですよ。ここは。で、えー、大木町ですね。ここは従来から環境については、あ環境まちづくり、循環まちづくりを目指していた町なんですね。で、別々に、別々に展開されたものを一つにまとめようと。いう それをいい機会として、えー、あれ仮におかしがなくなったな。まあいいや。そょっとしますね。はい。で、えー、バイオマス炭構想を利活用して、まあ利活用して、えー、バイオマス炭構想で一本化したわけですね。えー、従来からちづく循環マス作りを目指していたんですけど、別々に展開されていたバイオマスの利活用施策をバイオマス炭構想ということで一本化にしたということなんですね。で、何をやったか、何を具体的にやったか、やっているかということです、ね。 ゴミの有効利用ですね。ゴミ。一般ゴミとかの、一般ゴミの有ゴミですね。それと、食料、エネルギーの地産地消。いいですね。地産地消という名称はとてもいいと思うんですけども。で、えー、具体的にやり出したのは、平成18年度。平成18年。何やったかってメタン発酵なんですよ、ここは。で、メタン発酵。 えっとおこのセミナーでメタン発酵どういうものかというのを説明申し上げたんですけど、メタン発酵は本当に単純な気候です。発酵させてです、ね、それでバイオガスを発生させるんですけど、えー、それで,です、ね、電気と温水をに変えていくさまざまな施設に実際に供給しています。の メタ発酵をやってです、ね、バイオガス発電、そして、えー、液液の発生産、うん、電気と温水に変えてさまざな施設に供給している。メタ発酵によりバイオガスですね、ガスを,ははガスを発生させて温水と電気に変えているということなんですね。で、えー、メタ発酵で大きな問題、いつもなるのがです、ね、液液なんですよ。液液、これ消化液なんですけど、これは、ね、排気なんですね。メタ発酵はどうしても液液が出てくるう、排気が出てくるんですけど、これも利用しているというのが大きなポイントなんですけど、これ、えー、なぜこのメタ発酵に至ったかという経緯なんですけど、 生ゴミ一般処理の費用が財政圧迫してきた、それとです、ね、海洋投機、ね、の全面禁止によって、汐留、浄化層の汚泥の処理施設が必要になった、そういった施設が必要になった、あ生ゴミがああ財政圧迫、処理費用が圧迫、それでメーター発行を導き出して、このお発行施設を作った。 これはこれ、うまくいってるっていうことですね。うまくいってるバイオガスの発電あるいは温水ということで、うまくいってるということなんですけど、このうまくいってるのが、ただ単純にこのうまくいってるじゃなくてですね、この取り組み方が素晴らしかったということなんですね。取り組み方が、この大木町さんは、取り組み方が素晴らしかったということなんですね。なぜ素晴らしかったということを、まず生ゴミの処,処分処理。生ゴミについてですね。まず生ゴミ。えー、生ゴミについてはです、ね、大学研究機関と連携。 いいですねでモデル。モデル事業や住民アンケートを実際に取って説明会まで行っているんですね。ちゃんとね、住民の理解や合意を形成していったと。い,いですね。ごみ収集については大学、研究機関と連携、モデル、えー、事業や住民アンケート、そして説明会を行って、住民の理解や合意形成を行ったと。それで実現可能なのを確認後に実施したと。いいですね。実現可能性を十分に確認した後に実施したということなんですよ。 で、これはメタン発酵ですね、汚泥で,ですね、汚泥を原料にして廃棄物の処理と大量の原料の確保、確保が十分できると。それが出てくる液比、これはですね。 消化機といいんですけど、メタハコが必ず出てきて廃棄物なんですけど、これ、廃棄物で、この消化機が処理できない、どっかに配ることができないであればですね、水処理施設が必要なんていうことですね。この水処理施設が莫大な費用かかるわけですね。だからメタンハコは消化機出てくるものをどうするかというのを十分に考えて、これは設備を導入しないと痛い目に遭うということは、全然あります。ところが、大きい町としてうまくいってると。液氷はべて分量配布、処分に困ること全くないということなんですね。で、液表を利用したあの物 を販売している農産物直売場、そして地産地消レストランとお実,実際にこう経営されているわけですね。これだけ循環がうまくいっている。このメタ博ツを中心として、この循環がうまくいっている。これが大木町の大きな特徴であってですね、ここは住民の方と一体となって、で素晴らしいですね。一体となってやられているわけですね。町の方が、住民の方といっぱいになって。 公演,、ね、演を聞かさせていただいたときも、住民の方の力によるものだと、検証されていました。あの街の方はですね、それだけあの、まえー、十分に住民の方と一体になってやってるんだという、その姿がですね、垣間見ることができて、大変素晴らしいというふうに思いました。今日はです、ね、この大木町について説明しました。えー、次回何説明しましょうかよう分かりませんけど、また,あまたお会いしましょう。今日はこれで終わりたいと思います。お前お思います ザイチェーン皆さんどうもありがとうございます。またお会いしましょう。さよならザイチェーン